はい、どうも、ルチリです。はいね、今回の動画はね、またね、タイトル通りね、まあ、約3年ぶりだね、ラブライブシリーズの現地参戦は。で、リエラの、ファーストライブツアーの、大阪公演、1日目のみ行ってきましたら、で、まあ、またね、感想動画、撮っていけたらなと思います。今までね、ずっとね、配信での感想動画だったんだけどね。まあ、今回からも、現地の、感想動画ですね。いや、初めてだね、現地の感想動画。まあ、もう毎度ね、一言ね、言うならばね、もう最高ですからね。いつも。最高のライブです。やっぱ現地いいねってなるよ。まあ、またね、セトリ見ながらまた、感想を言っていけたらなと思います。まあ、現地なので、まあ、また、そこでもたくさんの方と、まあ、演歌、ね、したんですが、またそこはまたちょっと、動画の最後の方に、回していきたいと思います。で、もしね、ネタバレが、嫌だという方はですね、ここで、ブラウザバックを推奨いたします。別にもう、いいよっていう方は、まあ、ここから先の動画を見ても構いませんということで。まあ、まずね、当然ね、1曲目はね、スタートルードリーム、まあ、アニメのオープニングカラーです。結構、俺の席がね、まあ、1階席だったんだよね。結構、本当に見やすい位置で。結構、まあ、真ん中がどこかっていうと、まあ、ちょっと右寄りだったね、真ん中から、すぐの場所だったね。で、スタートルードリーム室入って、あれやっぱね、ずっとね、まあ、普通に、前の確かリリーベとか、まあ普通に、テレビとかではまあ、普通にスタートルドリームスを、まあ見てたんで、あれをね、まあ、現地でね、見れたっていうのも、また、いいよね。まあそこから入って、まあ次に、だから僕らは、鳴らすんだだっけ？だから僕らは鳴らすんだで、まあ、クラップタイム。あれをね、現地でやれたのも、本当には、いい思い出でしたね。うん。結構クラップ疲れますけど。だから僕ら鳴らすの。で、そこで、MC に入ります。ね、ここで、MC、ね、まあ、コーレス。まだね、ちょっとリエだね、俺まだコーレスを覚えてなくてですね。また次、また機会があれば、また今度はコーレスをちゃんと覚えてね。参戦したいなと思います。で、MC のコーレス開けての、で、次に来たのが、未来予報ハレリアだね。未来予報ハレリアもね、結構やっぱいい曲なんで、まあやっぱ良かったですね。で、未来予報ハレリアが、来て、で、次来たのが、まあ、ゴーイングアップなんだけど、一応これね、まあ、カップリング曲で、まあ、一応全員曲なんだけど、今回なんかね、まあ、カノンバージョン、カノンのソロバージョンということで、ゴーイングアップが、全員バージョンなのが、まさかのカノンソロバージョンできてね、俺マジでびっくりしたわ。いや、結構全員曲もね、結構誰々バージョンとかっていうのもあってね、こうやってなって結構びっくりしたね。で、次に来たのがまたこれもカップリング曲のワン、ツー、スリー。これもね、まあ全曲なんですが、これが、カノン、クーク、ちーちゃんバージョン。この3人で歌った、バージョンですね。まあ、いや、でも結構、ちょっとあまりね、こういうところまだ曲ね、聴けてなくてね、あれ新曲かなと思ってたら、まあ、セトリ見たらちゃんと、ちゃんとカップリング曲でバージョンが違ってたからやっぱそう聞こえちゃったのかなーって思って、またちょっとこういうの聞いておきましょう。で、ここで幕開で、まあ、ナンバリングではね、おなじみの、アニメのシーンの、ダイジェストだね。アニメのナンバリングタイトルになっている場合だね、これは。まあ、例えば、まあ、ここで言ったら、まあ、アクアファーストと、アクアサード、アクアフィフスか。で、あと、二次学サードか。ここらが結構アニメのね、ナンバリングになってるんで、ここはまあ、
アニメルダイジェストが、まあ、1話から3話流れて、で、次に来たのが、まあ、タイニースターズだね。タイニースターズはね、また、サヤリンとね、リーちゃんのまた身長差が結構また、スコなんですよね。タイニースターズやって、で、次がこれまたカップリング曲の、まあ、バイバイしちゃえばの、バージョンがね、これまた、ちーちゃんとスミレバージョンで、またここもね、結構バージョン違い。これまた全員曲がまたこの二人、ちーちゃんとスミレの、まあ、この二人バージョンで、歌って、次に来たのがもう、ね、トコナッツサンシャインですよ。トコナッツサンシャインはね、一言だけ言わせてくれ。マジでコールしてーって。マジでコールしてーってなったわ。やばいよ、あれは。トコナッツサンシャイン、マジでやばい。あれ、コール我慢が多分一番苦行って言えるレベル。苦行レベルよ、あれはマジで。やばい。てか、ほんまに結構ね、演歌した人たちもね、やっぱもうみんなね、コールしてーって言ってたのがね、もう、それがマジでわかるわ。あんなん、常夏なんて、コール我慢がえぐい。えぐいね。いやー、もう、常夏サンシャインマジで見たかったからね、もう本当に良かったわって言えますね。で、次がね、リエラの歌なんですよ。で、ここで結構ツイッターとか見てね、気づいたんですが、なんと、大阪だけリエラの、大阪からリエラの歌が、設定が変わったということで、1日目歌ったのが、クークーのアニバーサリー、ちーちゃんの、ライジング、で、レンちゃんのディアーズ。この3曲を歌いましたね。2日目がまた多分変わってきたのかな。ちょっとまだ2日目のセトリまだ把握できてないんで、ちょっとすいません。一応1日目のセトリをメインになっちゃいますが。で、ここで本当にね、クークーが初めてリエラの歌ったっていうのがまたびっくりだなって。で、この3曲リエラの歌来まして、で、次に来たのがまた、アニメダイジェスト。今度は4話。7話、9話のダイジェストだね。で、まあ、9話ということは、まあ、次ね、ウィッシュソングがね、予想できたんだけど、その前に、カップリング曲の、まあ、瞬きの先へを、まあ、披露して、まあ、そっから、ウィッシュソングに入ったんですよ。ウィッシュソングもね、やっぱいいんですよ。アニメ見てるとね。まあ、レンちゃん推しはね、やっぱね、アニメ9話を、まあ、見た方がね、いいっていうのはもう本当に思いますけど、まあ、俺もね、まあ、可能レン推しなので、まあ、ぜひ、一期、まあ、9話、おすすめいたします。でね、ウィッシュソングが終わりまして、で、ここで、まあ、MC が入りまして、まあ、ここで MC が終わりました。で、ここで次何来るのかなと思ったら、まあ、なんで、ペイちゃんからね、まあ、ギャラクシーって聞こえたので、もうここでね、わかる人はわかれます。ノンフィクションです。でギャラクシーって聞こえた瞬間、もうわかる人にはわかるんですよ。ここでノンフィクション来るっていうのは。俺、だから、一応ノンフィクションは、衣装はウィッシュソングのまま歌いましたね。俺、てっきりウィッシュソング、ノンフィクションの衣装を用意されてるのかなと思ったんですが、ノンフィクションだけ、衣装はなかったですね。二日目どうだったのかはちょっとわからないですが、一応ノンフィクションの衣装はなしって。俺ノンフィクション衣装見たかったんだけどね、まさかのウィッシュソングの衣装でノンフィクション踊ったから、ちょっと、まあ、まあでもノンフィクションもね、感想言うならあれはね、結構破壊力がえぐかったって言えますね。結構会場はね、みんなね、スミレの、カラーになってね、もう本当に、ね、やばかったです。ノンフィクションは破壊力がエグかったとだけ言っておきましょう。で、次に、デイワン。カップリング曲の、デイワンと、デイワンもね、スミレのセンター曲だったので、まあ、スミレのカラーが、ね、継続で、してまして、で、次に来たのが、ドリームレインボーだね。ドリームレインボーだって。ドリームレインボーだね。で、カップリング曲が、まあ、デイワン、ドリームレインボー。で、
続いて、で、ここでまた暗転して、で、ここでカノン、暗転はしてないわ。カノン一人だけになったんだね。みんな横に吐けていって。これ何来るんかなって、カノンソロすれば、ブルーレイであるけど、ここで披露するのかなって思ったんだけど、何来るかなって思ってたら、まあ、ここで、まあ、サユリンがタッフって息吐いたんです。もう、ここで分かりました。ここでね、もう俺、サユリンがちょっと息フッフッって、ね、やった瞬間、もう俺、分かったからね、それはやばいってなってる。まあ、可能推しなんで言えますけど、それはやばいって。でも、いや、私のシンフォニーの、まあ、あの、11番の、あの、カノンソロバージョン。それはやばいって。まさか来ると思わんかったから、これで。びっくりした。それはやばいって。カノン、サユリンが生きるってやった瞬間、これ全部わかったもん。それはやばいって。で、今日私のシンフォニー、まず1番をね、カノンがソロで歌って、残りのメンバーがね、もう横でずーっと、まあ、あの、アニメの再現通り、まあ、ずっと横で見てて、で、カノンが、まあ、サユリンが、まあ、1番、歌い終わって、そっからまた全員パートに入るっていうのも、エモすぎる。それはマジでエモすぎる。やばい。あれは泣く。あれは泣ける。やばい。てか、今でちょっと泣いて。もう軽い放送事故起こしてない。大丈夫か、これ。まあ、顔映ってないからいいけど。顔映ってないから、そういうとこ見てないからいいけど。で、シンフォニーを歌って、そこからまたアニメダイジェスト。残りの分ね。多分、11話、12話ね。の、まあ、ダイジェストが来て、で、来たのが、まあ、ここでまあ予想できるのが、まあ、スターライトプロローグだね。スターライトプロローグが来ました。ここでまたね、ファンのね、また協力、みんなで、また、スターライトプロローグってまたアニメでもあった通り、まあ、あのキャラの位置によってまあこう色が入ってったと思うんだけど、あのあれを会場でやりましたね。横からこっちからちーちゃん、スミレ、カノン、クーク、レンちゃんと、まあこの順番でまたやりましたね。俺はね、どこのね、場所だったかと言いますとクークでしたね。一応俺はクークの場所にいました。でなんとね。あの、横の人がね、まさかの、横の人までがね、あの、カノンだったんですよ。あの、色が。色がカノンで、しかも、ここ、俺の横、通路挟んで、横が、まさかのカノンで、俺、クークーだったんで、俺、そっちいいなーってなって、俺、そっち上げていいなーって、ちょっと思ったところがあってね、カノン上げていいなって。で、もう後ろにはね、機材が置いてありました、ということで。これ、俺、バレんの？これ、俺の位置、俺の席、特定されんな、これ。まあ、いいけど。いいけど、あの、またツイッターでね、また結構流れてたんで、また最後にね、写真撮るっていうのね。まあ、あれ、俺の位置ね、まあ、ぼやけてたんで、まあ、わかんないでしょう。もう、ここに、後ろに、斜め後ろに機材があって、横に通路があって、で、横はね、もうカノンの担当だったんで、で、俺はもう、俺から、こっちが、もうクークで、途中までがクークで。で、スターライトプロローグを歌って、まあ、ここでまた MC が入って、で、ラストに、まあ、ここでまた、未来は、風のようにね、をエンディング曲を歌って、まあ、ここでアンコール前が、終了しましたね。アンコール前が、終了して、まあ、アンコール入りました。でも今回アンコールめっちゃ早くて、まず、まあ、まあ、ヒストリー、まあ、虹ヶ崎、あ、間違えた。リエル、スーパースターの、まあ、ヒストリーが流れて、で、またね、あの、一般オーディションの、また、映像が流れて、あ、でも、あれ結構何度見てもいいよね。二人の一般オーディション。で、流れて、で、さらに俺、そこでびっくりしたのが、通天閣の旗がリエラになっとるって。マジでびっくりした、あれ。通天閣の旗、リエラになっとるって。で、またそこもね、ちょっとあの、動画の最後の方に、話して、言っておこうと思います。また話していけたらなと思いますね。で、そこで開けまして、で、来たのが、まあ、あの、デビューシングルの始まりは君の空を歌って、
で、次に来たのが、まあ、1日目と2日目、またここは変わるんですが、1日目は、ドリーミングエナジーでした。ドリーミングエナジー。で、2日目がダンシングハートだったんだけど、俺、実はダンシングハートめっちゃ聴きたかったんだけど、まあ、私、まあ、ドリーミングエナジーもね、まあ、やっぱいい曲ですしね。まあ、また次にまた機会があれば、また行ける時があればね、今度はまたダンシングハート、まあ、現地で、聞きたいと思っております。で、またここで、まあ、MC 入って、特にまあ、お知らせとかは、まあ、なく、で、最後の曲ね、この街で今君との中で、あの、感想中に写真を撮るっていうことだったんだよね。俺結構 Twitter とかで見てたんだけど、あれ、曲全部終わってから撮ってんのかなと思ったんだけど、このラストの曲の感想中に撮ってたっていうことがここで判明しまして、あ、そこで撮るんだってなって。まあ、当然、まあ、撮って、まあね、ラストの感想で、写真を撮って、まあ、Twitter と、まあ、あの、セブンスターってまあ書いてるんで、大阪セブンスターってまあ書いてるんで、まあ、あの、その写真を見ていただければ、あの写真の中にはご覧になりますよということで。ということでですね、まあ、一日目がね、もう本当にもうすごいね、まだ俺余韻残っても、今日月曜日にね、まあ、撮影してるんですが、今日ちょっと朝、バイトで、ちょっと日曜日、ちょっと寝なきゃいけないってなって、ちょっと早めに寝なきゃいけないってなって、まあ今日撮っております。で、まあ二日目なんですがね、まあ残念ながら二日目はまあ一応落選してしまって、まあ一応現地だけ、まあ行って、またたくさんの方と、しました。まあ、一応こっからまたちょっとライブの話ではなく、まあ演歌のお話になってしまうんですが、まあ一日目、ですね。まあ一応、まあ一応9時前頃に、まあ9時頃か、まあ9時頃にまあ現地着いたんですが、もうそこで結構ね、もう物販で、並んでる人がまあ50人ぐらいはいたかな。50人以下ぐらいはいたかなっていうぐらいいて、まあ並んでて、物販開始がね、これ全然わからなくて、何時から始まるや、何時から始まるやと思ったら、開始が12時からで、もうその時もう本当に人すごかった。すっごいことなくて。まあ、まあ俺結構3時間待ったんだよね。3時間待って変えたのが、12時半。こっからまた俺さらに30分プラスだからね、3時間。本当に人すごくて。もうだって行き方が、だって1回まあ上登って、3階まで登って、こう上からこうまた別の階段からまた1階まで降りてくるっていう。すごい人だったよ。反対側行ってもね、まだもう人がもうすごいずらー並んでてね。んで、ここでまたね、ちょっと悲しいことに、まあ、メモリアルピンズがあるんですが、まあ俺、まあ別に俺はまあ買うよ、ピンズはまあ買う予定はなかったんで、まあ特にまあそういう外傷はまあなかった、まあ、そういう物販敗北ではないのですが、だいたいまあ、もうあと、まあ、10段はなかったから、まあ、8段ぐらいの、あたりぐらいで、まあ、並んでたんだけど、そこで、メモリアルピンズが、完売いたしましたーってなって、もうなくなったのってなって、早ってなったのよね。本当にピンズなくなるのが、ものすっごい早くて。まあ、一応俺はまあ、買ったのが、まあ、一応ガチャ物販と、ガチャ物販10回分と、で、また、あの、このブレードキーホルダーのレンちゃんを買いましたね。一応、あの、ブレード、あの、カノンとレンちゃん、これ、このブレード、キーホルダー、この二つつけて、参戦いたしまして。で、その俺、また、あの、事前予約もしてたの、で、また、一回外出て、また事前予約分を受け取って、まあ、ガチャ合計25回分買って、まあ、こちらもね、また、一応現地ではまあ5回分回復したんですが、残りの20回分を、あの、動画も撮影しておりますので、なので、まあ、この動画の、あの、投稿された、後日、また編集して、また投稿、したいなと思っております。で、まあ、で、また外出たんだけど、俺が出てもなお、まだ、あの、その目の前にね、オリックス劇場ね、目の前にね、公園があるんですよ。で、そのね、ね、その、まあ、縁の、外側の道で、まあ、ずらーってこう、並んでて、もう普通に公園の周りがもう埋まるレベルぐらい。確か反対側まで行ってたかなっていうぐらい。そこまで詳しくは見れてないんですけど、かなりの数何百人ぐらいってことは思って、
500から1000はいたんじゃないかなって俺の予想では、なったんと思ったんですけどね。で、まあその後、またここからまあいろんな、これどうしたかって言ったら、まあ、名前出していいのかわかんないですが、レイゲルチャンネルの、まあ、レイゲさんと、ここで初めて、お会いいたしまして、結構ね、まあ、レイガーさんとも、まあ、そこの、まあ、他のいろんな人たちとも、いろいろ話せたんですが、まあ、結構、まあ、俺も、結構、レイガーさんのね、配信とか、まあ、動画とか、結構ね、まあ、見てるんで、まあ、結構、まあ、名前を、あ、こういうものですって、名前見せたら、向こう、まあ、ありがとうございますって、まあ、言ってくださって、まあ、で、俺は、また動画いつも見てます、楽しい、見てますっていうのは、まあ、こう言って、まあ、結構、いいよ。いろんなお話だったりとか、まあ、推しを、まあ、教えを、まあ、聞かれて、まあ、聞いたりとか、まあ、現地初めてどことか、まあ、ハマったのはどこからっていうのは、まあ、レイガーさんと、まあ、いっぱい、まあ、二日目はね、まあ、現地だけ行ったんで、まあ、二日目はまた、レイガーさんに、まあ、挨拶で、また、昨日ぶりですって、また、いろいろ、まあ、話しました。まあ、レイガーさんの、まあ、視聴者さんとも、結構いろいろお話しましたね。で、まあ、レイガーさんと、まあ、その、視聴者さんたちと、まあ、一緒に、まあ、話してたところに、シカプロさんと、ハリさん。シカプロチャンネルの、まあ、シカプロさんと、まあ、ハリチャンネルの、まあ、ハリさんが、来てくださって。もう、ここでね、もう、俺も、まあ、YouTube 投稿してるんですけど、まあ、配信者も4人揃って、もう、ここで、本当に、まあ、また、シカプロさんと、まあ、初めて、お会いして、まあ、結構、本当に嬉しかったですね。まあ、結構まあ、シカプロさんもまた、アケフェスとかやってたので、まあ、よく結構、まあ、見てたんですよね。シカプロ。ハリーさんもね、結構まあ、ちょくちょくまあ、動画も、今、結構ね、まあ、ちょくちょくですが、まあ、結構、見ていたりもしましたね、ハリーさんも。で、また、ここでまた、いろんな人とまあ、お話、演歌でまあ、お話してて、で、そこにね、なんと、別イベントで、まあ、京都に、まあ、行く予定だった、今日って行くってなってたんですが、もうそのついでにね、まあ、大阪やってくださったのは、おちかチャンネルの、浩平さんが、現地に、来てくださって、まさか、俺一応二次学コースでね、浩平さんと会えると思ってたので、まさかここで、浩平さんと会えたことが結構驚きもしつつ、まあ、結構めっちゃ嬉しかったですね。で、最後に確か誰の提案だったかな、多分、シカプロさんだったかな、確か。なんか配信者で、写真撮りましょうってなって、みんな、視聴者だーって、あ、視聴者側だーって避けていったけど、俺、もう配信者側なんだなってなって、なんと、レギアさん、コウヘイさん、シカプロさん、ハリさんと、なんと、写真撮りまして、本当にまた、これで、ね、また貴重な時間をね、また本当にありがとうございます。本当にありがとうございますって言えるレベル、言えますよ、本当。いやー、まさかこんなね、貴重な体験ができるなんて。いや、もうこれはもう本当に今まででの一生の思い出になりますね。で、二日目なんですが、まあ、二日目は本当現地だけで、まあ、またレゲさんたちと、まあ、お話し、レゲさんと、また、そのレゲさんの、まあ、視聴者さんと、まあ、いろいろお話しして、また、まあ、俺一回、まあ、夕方の4時半に、現地を後にしました。で、その後、俺どこ行ったかっていうと、まあ、これ、このタコね、もう、見てね、分かってる方いると思いますが、今日、通年閣に行ってまいりました。リエラのまた、旗を取りに行ったんですよね。まあ、ツイッターにもあげましたが。実はね、俺ね、高所、強所で、展望デッキ上がった瞬間、もう足が急に震え出して、もうやーべーってなって、いや、でも、リエラのためだっつって、もう、必死になって、写真を撮りましたね。高所、強所にね、耐え抜いて、無事写真を撮って、まあ、この、まあ一応、でっかい方はちょっと、まあ、都合上買えなかったんですが、小さい方を買いまして、これ結構ね、マジで触り心地いいんでね、これね、買ってね、正解だったなって思いましたね。これもね、また、いい思い出になったなって思います。
まあ、リエラの、現地参戦は、の感想動画は、ここまでにしておきましょうかね。でも、ここでもね、もう25分と撮影しちゃってるんで、もう結構長いんですよね。やっぱ。今までは結構また、20分以内には結構収めてたんですが、やっぱ現地参戦となると、やっぱ20分には収まらねえなって、思いましたね。まあ、多分1日目だからっていうのもあったかもしれないですね。一応、虹ヶ崎のサードライブの感想動画が配信で 2days 参加したのにして、もう40分も、まあ、撮影しちゃってるんで、結構長い動画になっちゃうんで、まあ、ここで、一旦、切っておきましょう。次のね、俺の、まあ、現地参戦の予定はね、虹ヶ崎のフォースライブ、両日参戦ですので、またそこでの演歌よろしくお願いいたします。演歌もね、俺はね、ライブ参戦の中ではもう楽しみの一つとして、ね、楽しみの一つなので、また、たくさんの方と演歌できる、ことがまた俺の楽しみでございます。まあ、虹ヶ崎フォースライブの前にね、一回ね、京セラドーム行って、下見動画をね、また撮ろうと思っておりますので、またそちらの方もよろしくお願いいたします。てなわけで、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。もしね、この動画が良ければなと思ったら、良ければなと思ったり、ラブライブのメインの動画、ガチャ動画で、一番くじ系統の動画で、そしてまあ、ライブの感想等も、投稿しておりますので、ぜひ、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄に、Twitter のリンク、そして、ゲーム実況をメインで行っております、まあ、サブチャンネルが、ございますので、ぜひそちらの方も、よろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画、そして、虹ヶ崎フォースの京セラドームでお会いいたしましょう。ではでは。